はい、皆様こんにちは。リヒト・ドゥンケルハイトでございます。月夜に響くノクターンリバース実況プレイ続けていきたいと思います。噛んだ。さて、次やっていくんかいって感じですけど、まあ、前回ね、この、なんだっけ、ケーナツの森。ケーナツの森合ってるな多分な。ケーナツの森だっけですよね。そうですね。合ってますよね。ケーナツの森って言ってる割に、ここケーナツ遺跡になるからちょっとあれってなるんですけど、はい、見ての通り、様変わりしましたね。テイワズ渓谷でね、私見えるところにあった宝箱、最初の渓谷入ってすぐの宝箱とか取ってなかったみたいで、その辺回収してきて、ついでに、セイレイさんをね頑張って捕まえる、ついでにプレミッシュさんも捕まえたんで、あと人型のもう一つのやつ、これかな、サビタオの、これもプレミッシュなのか。ん？二人のプレミッシュがいるんだけど何なんだろうな。どっちがいいのかわからないですけども、まあ、とりあえずこのスピードタイプの方を入れておりまして、セイレーンさんはですね、初光と周水を持っております。正常がないのかな、セイレーンさんと、セイレーンじゃない、センマさんと違って、はい、戦士の歌っていうのは精神力が向上するということで、さてこのよくわからない遺跡、攻略ありましたか。見てきましたら、いやーなかなか難しいなと。この立ち止まりっていうのは、別にどっかを調べるとかそういうのじゃなくて、本当に立ち止まらなきゃいけなかったみたいで、この模様を見ての通り、一個だけでちょっとね、市松模様っていうのかな、交互になってないところがあって、そこに立ち止まらないといけなかったみたいです。はい。はい、バカ。はい、バカ。もう私、それともう一つは、右の翼云々はですね、右の銅像とは一言も言っていない。右の翼を持ってるドラゴンのことらしい。ほんと私バカ。多分私、この、このダンジョンの、あれを作った人と、反りが合わないわ、これ。どうしようかな。これ、フレアロックさん、あれできるかな、できないかな。レイウィングで妨害するか。ほらー、はい、妨害成功。いやー、ほんと、あー、今度はあいつが防御する。おー、闇の刃ならあまり効かない。ほい、ほい。ほい、ほい、OK です。それと、攻略見てる一つ気づいたんですけど、能力の面っていう部分は、メンタルじゃないらしいです。はい。なんか、チャージタイムに関係するとか書いてあった気がして、マジです。なりました。こいつが防御力高そうだからちょっと防御しとこうか。これは魔法お手、そっちに行かないでほしい。もうセイレンさんも今前に出して、ブレミッシュさんも強そうだな。特技でいける、エアスタイルでいけるか。いけた。EX 召喚しておりますので、レビルさんの体力を犠牲にしております。あ、しまった、修正跳ねてもよかった。やっほい。あ、足りないか。今、ディフェンダーを外しております。普通のフリースタイルの隊列にしております。やっぱりね、防御力が上がるのはいいんだけど、どうしてもな、後ろの人の、あれが下がるのがね、スピードが下がるのがね。さあ、これで。ああ、もう、なんで試そうともしなかったの、私バカ。ほんとマジでバカ。ほんとマジバカ。ほんとごめんなさい。ほんとバカ、私。なんで試そうともしなかったのかな。試せよ、せめて。あれ、ここじゃない。あれ、ここじゃない。どこが開いたんだ。あれ、どこが開いたんだ。あれ、今さっきなんか開いたところ、どこが開いたんだ。あれ、嘘。なんでや、どこが開いたんや。あ、ぶつかっちゃった。あれ、もしかして、あそこはもう力づくで破壊するしかないのかな。レイビングがあるからな。まあいいや、攻撃はしとこう。え、うわー、何最後っぺ、マジやめてくれそんなの。おら、あ、死んでくれないか、これ待つか。いや、これレイビングで、あ、大丈夫だった、ターンしてるわ。よかった、危な。
これはセイレンさんの初行がうなる。よし、セイレンさん自身は多分レジストが高いんだろうな、それでセーフだったんだろう。え、ここはもう 自力で壊されてダメ？特にあの謎解きの文言もないもんな。じゃあとりあえずこれは近づくでやろうか。謎だわ。これか、今開いたの。待ってね、左を見よう。あ、いや、この猫はまだゲットしてないなと思って。あれ、なんかあいつは手に入れたんだな、確かな。これ魔法の方がいいのかな。おー、こんなこともなさそうだな。これ初行の方がいいか修水の方がいいか悩みどころではある。よいしょ、ガンガン使っていきましょう。おっと、痛い。 どっちもそれなりだな、この猫さんは。いやー、そっち行かないで。レディエルさんの方がいいかな、魔剣のこともあるし。よし、でセイレイさん自身にも修水と。よし、ここはカニさん、カニさんじゃねえ、ごめん、サソリだった。あー、ぶつかった。まずはこのフェルクラブさんをもう一回やらなきゃいけないのが辛いんだ。防御、殴られると痛いので。いや、それしかいけないか。キューとかなんだよな、先にこいつ。まあこれを殴ればいいかな。防御でいいかな。ほいほい。あ、よかった、危ね。よし、よし、ここは、あっと、びっくりした、急に来たからびっくりした。ハイブラスターとか使っとくか。結構こいつ痛いし、なかなかに。やめて、エアスラッシュ倒せないか。あー、これは間に合え。 OK、 痛いです。ナイスカウンター。ちなみにこのブレミッシュさんもカウンター持ちみたいです。あんまやってるとこ見ませんが、しょうがない。吸水で、さあこれは左の翼に霊気を、ああ、これはさっきと同じパターンですね。あぶねえ。左の翼だから今度はこっちか。で、霊気だからこれか。ゴー。オッケー。真ん中が開くのかな？はいはい。めんどくさいな。めんどくさいとか言っちゃったけど。これどっからか開くのかな？あ、そっから来んのか。あ、起きたー。イサキにしてはなんかあれですよね、結構綺麗に片付いてますね、ここ。ちょっとこいつ攻撃力が怖いから、ゴーマのも遅いしな。闇の闇にしよう。なんだ、あ、ポイズン正気か。よいしょ、はい。初行にしとこうか。ほい、防御してて、これのな、このダメージだから怖いよな。へい、倒せたね、意外、意外、意外。はい。んで、真ん中が空いたから、いいのかな？いや、そこはどっからか下から上がってくるっぽいから。この上とかは？すぼー。右側は？すぼー。すぼかーい。気になる。これだけ壊れた。あ、逆だ。ちょ、少し疲れたな。一旦村へ引き返すか。急にどうした？レイビルさんが急に疲れた発言。ルナちゃん？どうした？あれ？外が明るい。あら、お昼前に寝ちゃったパターン？いけない。ちょっと寝すぎたかな。あれ？あ、ルナちゃんが動かせる。これは保存だな。全力で保存しよう。もう一番最初に持ってきましたよ、私。ルナちゃんパートだ、急に。一応レビューさんのとこ覗く。なぜ覗いた？ルナちゃんはあれですね、イリスさんとお話ししてから、久々って感じかな？久々でもないか。ごちそうさま。はい、どうも。今日はどうしたの？ずいぶん寝坊しちゃって。ちょっとね。
でも分かってるなら起こしてよ。あと10分、あと5分って言って4時間も粘った子は誰よ。わお。それを言われると、あれ、そういえばレビエルさんは昼過ぎにどこかに出かけていったわ。多分村の外じゃないかしら。あ、そう。それより今日はロスさんのところに行くんじゃないの。あ、そうだ、槍の稽古をつけてもらう日だったっけ。寝坊してダメなんでは。このルナちゃんのパートがしばらく続くのかな。それじゃあ行ってきます。あまりわがまま言うんじゃないのよ。せっかく善意で教えてもらってるんだから。分かってますって。あ、動かせるのか。ちなみに話を聞いてみると、ほっ、あ、ごめん、はい、なんか念をされたんだけど、ロッシさんのところはこっちかな。あれ、行き過ぎた。ここか。ちょっと待ってね、なんとなくカッティちゃんの話とか聞いてみたいけど、あ、止められるパターンもありそうだけど、とりあえず他の人の話を聞くのもありだと思うけど、カッティちゃん、一緒でした、一緒でした、一緒でした。周りの人の話を聞くと、なんか善意をしたのかな。まあいいや、サクッと進めていこう。ゴー。はっ、ロッシさん、その件はこの前レビルさんが拾ったあれでは。あれ、お仕事中かな。あら、ルナちゃん。おお、奥さんいたんだ、びっくりした。あ、おばさま、こんにちは。そういえば今日は訓練の日でしたっけ。ごめんなさいね、せっかく来てくれたのに。主人は集中するといつもこうだから。いえ、とんでもないです。私が無理を言って教わっているだけですから。それじゃあロッシさんの作業が終わるまでちょっとそのあたりを散歩でもしてきますね。多分今日いっぱいは作業は終わらないと思うわ。え、どうしてですか。今打っているのはきっとフィアーネの剣だから。フィアーネ。紅茶でも飲みながらお話ししましょうか、ルナちゃん。え、はい。あの剣はさ、ま、前にロッシさんが言ってたフィアーネさんの剣、ロッシさんの剣ではない。あ、でも打った側だからな、ロッシさんはな。さて、何から話しましょうかね。そうね、8年前の革命戦争、知ってるわよね。知りません。え、はい、さすがに田舎村のここまで騒ぎが届きましたから。よかったね、巻き込まれなくて。フィアーネはね、その革命戦争に参加した一人だったのよ。そのフィアーネというのはロッシさんとミルフィールさんの。お、え、ミルフィールさんっていうのがこの奥さんかな。そう、娘よ。たった一人の大切なね。っていうか、シルフィールさんと名前が似てんのはなんで。主人はね、後悔してるのよ、フィアーネを止められなかったことを。魔獣と戦うことと人と戦うことは違う、そんなの分かりきっていたことなのに。もし自分が止めていれば、もし自分が剣を打っていなければ、フィアーネは死なずに済んだって。いや、それはどうかと思うけど、まあ、止めていればっていう話はあるけど、剣を打ったかどうかあまり関係ないんじゃないかな。でも革命はしなければならなかったって聞きます。覇王ギルバードは狂っていた。革命がなければいずれ国自体が滅んでいたって。そうね、けれどあの革命で多くの人が命を失った。理想に燃え未来を切り開くために、あ、切りじゃない、未来を開くために剣を振るった者も、大切なものを守るために剣を手に、盾だ、盾を手にした者も。ごちゃごちゃだ、もうダメ、私は血で血を洗う革命、そんなのじゃなくて他に方法があったんじゃないかって主人はずっとそう言っていたわ。フィアーネを殺したのもね、あの人が撃った剣だった。おお、そんなのあまりにも。あの人が剣を撃たなくなったのはそれからよ。そして革命が終わった後、主人は店を閉めてこの村に来た。剣商と言われた武器職人じゃない、ただの雑貨を撃つ鍛冶師としてね。そうだったんですか。それでロッシさんは。人殺しの道具はもう作らない。主人は剣の依頼を受けるたびにずっとそう言って断ってきたわ。でも今あの人は再び剣を鍛えている。何を思って
何を願ってかはわからないけれど、それあれかな、あのレビエルさんにくれるかな。ロッシさんはきっと、おっと、もしかして話を聞いてるのかな。なんで、あ、セイレイさんのヒットポイント1なんですけど、ちょっと怖いからヒットポイント回復してから行こう。なんでセイレイさんそんなギリギリなの、なんで、あ、毒、ごめん、完全に忘れてた、ごめんね。ちょっとあの通してくれませんかね、お兄さん。 OK、 ごめんね、完全に忘れてたわ。よいしょ、はい、あ、時間的にはいい感じなのか、特に切りどころもないですし、はい、じゃあ今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。